どうも皆さんこんにちは、マシーと申します。さあ今回もモンスターハンターダブルクロスやっていきましょう。じゃあ毎度これちょっと武器を強化しようということで、まあ、今担いでるやつでね、今回ボルボロス行くわけなんだけど、素材を集めといたんで強化しましょう。まあこれ4つでいくかな。はい、 OK。 次がなんか激鱗を持ってるわなんか激鱗持ってるわ。大水袋ってあれか、上位素材か。じゃあまあ後々ってやつだな。これかボルボロス砂漠だね。行きましょう。あ、ここの砂漠初めてか。なんか初めてが多いな。うわあ、暑そうなんかデジャブ、暑そうだな。まあいいや。あ、でもこれアイテムないんだよね。アイテムないんで、とりあえず地図だけもらっとくか。何番だあいつ。1番か、1番かな確か。あ、いた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 。必殺のペイントボール、どこ行く。あれ、オッケー。カメ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 来るな。ごめん、ブレーク頼させてもらおう。悪い、すまんな。うわ、え、すごい。なんか泥がすごい。こんな色だったの。めちゃめちゃグレーじゃん。めちゃめちゃグレーでこれ、当たれないからね今回も。今回もね当たれないから。防御力26だと思ってたらね、23でしたね確認したら23でしたね。ちなみにお供が110ぐらいですね。圧倒的お供の方が強いんですよ。あのね、マジで5倍ぐらいお供の方が耐久性あるから。うまいこと立ち回って、とりあえずブレイブを止めたい。足っぽい、怖い。はいはい、 OK。 さあカウントしていこう。できるとは言ってない。はい、よし。はっ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 、怖っ。はい、はい、マッチ。あ、でも意外とあれだな。ごめん、意外ととか言ってた。でも結構あれでもっと食らうかなと思ってたけどさ、意外とあれじゃない。意外と。なんだ、どれなくなってねえだろ。補給するの早くいってね。はいはい、違うか、ここですか。はい、持ってこ、せーの、外してく。危ない、 OK。 はい、はい、ナイスナイス、あぶねえ。はい、オッケー、ナイス。はい、あれ、はいはい、これちょっと怖い、怖いな。オッケー、いいね。その身を剥がせ、ボルボロス。やだ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 。はい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 、来いや、強化の構え、どっせー。安定だね、こいつの。こいつは強化の構え安定だわ、マジで。こうやって絶版。来たね。どこだ、あ、いたわ。マジ調子乗った、本当に。何が強化の構え安定だわ。なんだ、何を抜かしてやがる。ついにお前戦場だ、ここは。わかるか俺、わかるか俺、ここはついに戦場だぞ、お前。何が安定だ。安定なんてこの世にはね、存在しないんだよ。あっちゃいちゃい、スパースボンボンボン、危ねえ。ほんとね、調子乗っちゃダメだよマジで。ねえ、はっ、はいはい、入れない。はいはいはい、ドラゴンいった。ちょっかな、ガレオさん、ガレオさん待って、前の攻撃ですら結構いけない。あ、怖い。大丈夫大丈夫だ、大丈夫だ。よし、オッケーオッケー、ナイス。は
はい、ガリオさん、ガリオさん、ガリオさん、あれ粘ってんじゃないか。はいはいはい、尻尾剥がした、尻尾剥がした、オッケー、ナイス、尻尾じゃねえし、はいはいはい、尻尾ちぎろ、尻尾ちぎろ舞台だ、尻尾に執着まで。今までさ、なんだかんだ言ってこう尻尾に執着なかったじゃん。そう、執着を持つことでね、こうやって剥がしていくことができるんですよ。そう、皆さんちゃんと執着を持つことやっぱ大事だから、うん、絶対にそれをするっていうその信念、意志を曲げないことが大事だと思います、僕は。はい、ガリオスが生み出されたわボルボロスによってガリオスが生み出された。うーわー、はいはい、当たんのかい、はい、持ってこ、あー逃げた、こわ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 だわ、マジでヨーグルトでこわこわ、こわかー、ダメだよ、あんま叫んじゃダメだから、本当に今何時だと思ってんのお前3時だぞ、3時、さあ、はい、失礼、はい、邪魔だから、マジ邪魔、あの視界的に邪魔だから、視界的に、調子乗った、叫んじまったよ、調子に乗っちゃダメ、ダメギリ、オッケー、はい、あうらすん、また乗り、あ、なっさ、なっさ、なっさ、調子乗っちゃかんってことね、すぐだからね、秒で調子乗ってくスタイルだからね、危ねえ、ちょ待って、マジ真剣だから、こっち真剣だからさ、バキーン、調子には乗るな、冷静に落ち着いて対処していけば問題ないからね、いった、ダメージが痛いって感じ、ここで初めてのグレートを飲んでいく、何この逃げたね、3番か、追います、なんか寝てくんね手違いで寝てくんねえかな、上位手違いを求めるから、俺も上位には手違いを求める、ありがてえ、それありがてえから、めっちゃナイス、真剣ナイス、オッケー、頭硬いから、こいつ頭硬い、頑固だな、こいつ何言っても聞いてくれないから、昭和の人をバカにする感じになる、はいはい、すごい、え、飛ぶの、お前飛び上がって出るんだ、すごいな、アクロバティックですな、お兄さん飛ぶる、あら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 、また逃げるんすか、定位置まで行くスタイルちょっとやめて、もうそこで出てくれればいいんだからさはい、あー、どうせなら声で欲しかった、来い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 、落ちれない、あっ、だ、尻尾が短いおかげで助かった、怖っ、常に隣り合わせ、色がすげえ綺麗、めちゃめちゃ綺麗なオレンジやん、お前褒めてやるからちょっとおとなしく開いててね、オッケー、そういうこと、そういうこと、要するにそういうこと、おオッケー、足削った、さ、こっからマジ、もう本当しょうもないプレイ見せたくないから、もうマジでマジで嫌だから、マジ起爆させんね、本当にじゃあ起爆ってか起こすね、マジでダメよ、よし、魂の一球、はい、あ、はいはいはい、あー怖っ、いや怖っ、これ待って、今フルデータ持って、あHP の心配してたらHP の心配してたらティラミスが締めたわありがとう、
進むね。お帰りなさいハンターさん。たった今流霊金と流霊金から船の強化とバルファルク追跡の許可がおりました。あれなんかやったったっけああなるほどね、あのおじいさんがやってくれたんだ。上層部を説得してくださったとか、ハンターさんが村長さんのクエストをこなしてくれたおかげですね。本当にありがとうございます。早速強化に移りたいのですが、そう簡単にはいかない事情がございまして、それはつまり僕たちが研究者の集まりに過ぎず、船を強化するような技術も資材も持ち合わせていないということです。結構無謀だな、じゃあ結構無謀だったな。うん、強化するぞーっていう意気込みだけで強化しようとしてたのか。なかなかだな。嫌いじゃないよそういうの。もちろん解決策は大急ぎで考えますよ。その間ハンターさんは引き続き各地からのクエストをよろしくお願いします。うん、あ了解です。でこれでクエスト受けれるのか。おお、なんかどうしたの、急にあの何海外行ってきた風な感じ出してって。ハンターさんハロー、調子いいみたいじゃないですか。いやはや頼りになりますね。ああ、そうクエストがいくつか追加され、されてますよ。確認しておきましょう。それではクエスト、あ今回あっさりと砂漠ツアーと原生林5大。あーはいパックンって使う。この辺もそうだったよね確か。多分これだよねとりあえず。じゃあもう祭祀だからね、もうパパパパッとやってくるわ。あすごい綺麗、1個しか取れなかった。なんで君がいるんですか。お呼びじゃないですよ。どこだよね、あるからいいや。 OK 終了。早っ進むの。何ですか。ハンタさん、彗星のかけらのこと、焼けた口角の採取ありがとうございました。この先も空で彗星が赤く輝いていれば焼けた口角が落ちるはずです。見つけたら集めておいてくださいね。さてそれでは、これ俺ずっと焼けたって呼んでるけどさ、焼けたでいいの焼けたで合ってんのかな。尺けたではないよねさすがに焼けたでいいわ。焼けた口角の正体、早速流式船の研究室で分析していきましょう。そうです、準備が整ったんですよ。いよいよ流式船本領発揮ですよ。あー嬉しいな。研究室ではハンターさんのサポートもバッチリ受け付けておりますよ。必ずお役に立ちますよ。それでは研究室にいる研究員アイルさんにそのかけらを正体を突き止めてもらってください。はい、行ってきます。研究室がこっちだね。あ、カティちゃんいる。はい、かわよい。はい、かわよい。あ、右側知らない。右はなし、右はなし。じゃあちょっとそこオンリーはなしじゃない。右側だけ隠そう最低でございます。なんかすごいね、初めて来たわ。グラフィック良くなってからあなた歌ってるわ。あ、かぶっちゃった、ごめん猫ちゃん。あら、ハンターさん、流式船の研究室にようこそなんや。ちょっと準備に手間取ったけど、ようこそが簡単なんや。これでアイテムボックスの形やアイテムを届けたいのには便利な機能を受け付けるにゃ。だからでもアイテムを届けたらおすすめにゃ。彼のサイトに回復アイテムが足らないにゃ。そんな時、アイテムを届けてくれるにゃ。お届け隊の申請は、研究室からだけじゃなく、アイテムボックスからでも切るから、とても便利なのにゃ。利用には、流力金ポイントが必要になるけど、ハンターさんの狩りに役立つこと間違いないにゃ。この研究室はこれからどんどん拡張していく予定にゃ。ぜひぜひこまめに足を運んでほしいにゃ。私とあなたで一緒に隊長を支えていきましょうにゃ。まだまだあの子、子供っぽいこともあるからにゃ。え？拾ってきた彗星のかけらを分析してほしい。どれどれ、ちょっと見せるのにゃ。うむむ、
分析が完了したのにゃ。これはバルファルクの外殻の一部に間違いないしにゃ。飛行中に剥がれ落ちちゃうだにゃ。それだけ猛スピードだということ。ふん。とんでもないやつなにゃ。これはとても貴重な研究対象にゃ。今後も見つけてもらっていてくれたら、礼に研究室の拡張許可するにゃ。なに、等価交換的なやつなの？いいじゃん、無償で拡張してくれよ、頼むって。研究室の拡張するとき、焼けた効果が必要かどうかは拡張費用から確認してほしいにゃ。あー、了解です。そんだけかな今回は。まあちょっと話しようか。てか俺あのさ、アイテムを届けた、俺一回も使ったことないんだよね。うん、一回もこの辺使ったことないんだよね。とりあえず、はい、オッケー。まあいいや。んで、どうしちゃいいんだ。普通にキークエス進めていくって感じいいのかな。こっちないもんね。じゃあキークエス探しますか。パパパパッとやっていけばいいと思うんで。多分さ、あの、この辺だったんだよ、確か。この辺。うん。ババコンがないと思うから。この辺だった気がするんで、まあ見たし、こいつらとかは特に。ケチャワチャはまあ見てないんだけど、まだ。まあこの辺見たし。まあいいでしょ。まあいいでしょってことで。サクサクサクっと行ってくるわ。サクサク行くのか知らないけど。じゃあ、ちょっと待ってね。とりあえず調べます。ゲリオスと、鉄カブラだね。この2つだわ。じゃあまあパパパッと行ってきますんで。行ってきます。あ、めっちゃ綺麗。あ、めっちゃ綺麗。あー、綺麗だな。これ一回生放送で見たんだよね。え、めっちゃ綺麗。奥すごい綺麗。うん、あ、見てこれすごくない。生放送の時パパパって言っちゃったけど、めっちゃ綺麗じゃんこれ。うわー、うわ、良きね。良きですわ、これは。もう本当に水に浸りたいっていうレベル、本当に。うわー、すごい。めっちゃフラミンゴみたいなの飛んでったけどさ、すーごい綺麗。あ、すーごい飛んでった。すごい飛んでった。うわ、こっち暗っ。なんこのさ、おかしいでしょ。あっ、おかしいでしょ、これ。ここ、境界線だもん。はぁ。いや、もう、まがまがしいんだな、こっちだけ。俺、何だったっけ？何倒すんだったっけ？あ、ゲリオスか。オッケー。はぁ。よかったよかった。めっちゃ苦戦したわ。めちゃめちゃ苦戦した。はい、じゃあ次、鉄カブラ行ってきましょう。パックン、鉄カブラ。よっしゃ、オッケー。あー、疲れた。はい、ハンターさん聞いてください。流式船パワーアップ計画第一弾がひらめきました。まずはこの船の強度を上げることが最優先かと。つまり防御力アップですね。あー、俺が今一番乏しいやつですか。それを上げに行くんですね。今のままではバルファルクを追いかけるのは裸でモンスターに挑むようなもの。はい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 。まあまあまあ、服は着てる、うん、まあ、服着てるから裸じゃないから大丈夫だな。大変危険ですと。ただ強化するためには大量の資源が必要です。どっから調達すればいいんでしょう。予算もないし、っていうのを俺に言ってくる。まあ、つまり俺に行けと。もうお察しですねこれも。まあそれはともかく、ハンタさん、ゆくも村の村長さんからクエストの依頼が届いてます。あれ、あれ来ないんだ。てっきりもう俺に早く取ってこいって言われるかと思ったんだけど。ゆくも村の近くにある、渓流にロアルドロスが住み着いて困っているとか。クエストカウンターで確認してみてくださいねってことで。ゲロッパー、ハンタさん、クエストが届いてますよ。誰からだっけ。あ、はいはいはい、ゆくも村の村長さん。ぬわ、あの美人で優雅な村長さん、困るんですよね、あの人。私とキャラが、何も言わないわ。ん、いいからクエスト教えろと。はいはい、分かってますよーだ。
じゃあいいですか、行っちゃうぞ。ルアルドロスが渓流を荒らしているのでハンターさんに治療してほしいですって。かあ、大自然が悲鳴を上げている。ゆくも村の美しい林を荒らすとは許せん、断じて許せんよ。私あそこの温泉が G 級に好きだから。んー、その例えいいな。俺もなんかそういう時に使おうかな。あれ俺マジ G 級で好きだから。絶対に何言ってんのお前って言われる。ルワルドロス終了を追加しておきました。さあハンターさん行ってゴーゴー。それではイデオクエスト一覧ということで、渓流に住む水獣かロアルが出たってことなんだけど、まあちょっと疲れちゃった疲れちゃったわ、うん、なんで、まあ、今回この辺で終わりますね。で次回、まあ、ロアル行って、まあ、パンパンパンと進めていくって感じでいきましょう。それではまた次回ご視聴ください。バイバーイ。